JFA 日本サッカー協会が誕生しておよそ90年、 J リーグが誕生して15年、日本サッカーは確実な進歩と栄光の階段を上り続けています。中でも日本サッカーが達成した偉大な記録、1968年メキシコオリンピックで獲得した銅メダルは今や伝説となっています。しかしこの伝説の銅メダルの他に、日本サッカーが忘れてはならない偉大な栄誉がありました。それは世界で初めての受賞となった FIFA フェアプレー賞。この番組では日本サッカーが世界に誇るフェアプレー、この精神のもとに現在の日本サッカーを築き上げた人々のあの時あの場面の記憶をたどりながら、日本サッカーの過去と現在、そして未来を見ていきます。第11回の証人は日本人として唯一ワールドカップで指揮した元日本代表監督岡田武史さん。岡田さんのフェアプレーの記憶とは。僕は小学校の頃って、僕南海ホークス子供の会って今のソフトバンクの前身でね、そこの子供の会に入って野球やってたんですよ、ずっと。で中学校入って野球部入ろうと思ったら、まあ、ちょっと柄の悪い中学校だったんだけど、野球部が 上級生にこう正座させられてバットでこう小遣えてるわけ。そういうのダメなんだよね。で俺なんかなんか喧嘩になりそうな感じだなと思って、これ向いてないなと思って、でパッと横見たらサッカー部がゲームしながらね、こうやってバッと倒れたら、そこでワンツースリーとかプロレスごっこになるわけですよ。うわ面白そうだなって。でちょうどメキシコオリンピックの後でサッカーブームだったんですよ。でボール蹴ったりちょっとしてたんだけどね、でも眼鏡かけてるしど素人だったんだけど、それで友達、一緒に見てた友達と、どうも面白そうやでって入っちゃったの。もうそれが出会いやってみたらね、ともかく手でやる競技ってのはすぐ上手くなるけど、そこからなかなかいかないじゃん。足でやる競技だからなかなかうまくいかないんだけど、やればやるほどリフティングでも最初は1回2回が10回できるようになりとかね、こう上手くなっていくのがものすごく面白くて、まあ、中学校の時は部活やって終わってまた公園行って飯食って夜また蹴ってっていうのはね、もうサッカー漬けの生活してたね。サッカー僕はあの時はもう本当に楽しかったよね。ボール蹴ってんのが楽しかったし、で僕はずっと指導者が、まあ、日曜日の試合の時だけ働いておられる人が監督で来るっていうんだから、練習とかもみんな自分たちで考えるから、サッカーの本をバー集めたり、強い高校を盗み練習をね見に行ったりね、こそっとね、そうしてなんとか強くなろうとしたけど、どうかな、最高で大阪でベスト16ぐらいしか行かなかったんじゃないかな。サッカーが楽しくて、ただ楽しくて夢中でプレーしていた岡田少年は、気がつくと日の丸をつけてプレーするまでになっていました。全国大会みんな経験したやつばっかりで、僕なんか全然ダメだし、プレー自体も全然下手だったんだ。ところがあの当時はね、4時か5時合宿まで先行合宿やるわけよ。落とされていくのね、先行の2日前ぐらいになるとね調子よくなる。でボンと手入れるわけで、あ残っちゃったと思って、次またこうやってたら全然レベルが違うわけ。あ俺ダメだなと。でまた2日ぐらい前になるとね調子よくなって手入れたりするわけ。それで最終的にね高校生3人しか残んなかったんだけど、その一人残してもらったの。それでクウェート行くことになったのかな、アジアユースで。1年の浪人生活を経て早稲田大学へ進んだ岡田さんでしたが、なぜかプレーを続ける道は選びませんでした。青春のもんとかちょうど流行ってね、井次さんのああいうの読んでて、なんかああいう学生生活に憧れてたわけよ。どっちかっていうとね、なんか泥臭いけどね、
そういうのをなんかバンカラ風の学生生活をやってみたいっていうのがあったから、だからサッカー部とかあんまり考えなかったね。しかしサッカーというスポーツが岡田さんの元から離れていくことを望んではいませんでした。西ヶ丘だったかな、大学リーグかなんか見に行ったらぱったり共感者に会って、何してんだって言うから、いやどこかでやってますって言ってたら、お前何を言ってんだって、高校生で3人だけね選んだのはね将来のためだと、お前それをサッカー見てどういうつもりなんだって、明日協会来いって言われて、サッカー協会行ったらね、長沼さんとか平木さんとか偉い人がこう並んでね、お前はどういうつもりだとかガーッとなんかこう質問されたわけよ。でまだほら純粋な頃じゃない、俺いけないことしたのかなと思って、で横で今から早稲田のサッカー部電話するから明日行けって言われて、で早稲田のサッカー部そこから電話されて、平木さんだったかな、宇野さんだったか忘れたけど、それで翌日はいっつってサッカー部に行ったわけ。そしたら西野さんとか僕ユース一緒に行ったから3年生でおられて、ようやく来たかお前とか言って、西野さんにはいじめられなかったけど、散々十何キロも太ってて走ついていけないわけよ途中で入ってるし、で僕がランニングについていなかったら全員終わらないわけよ。だみんな仲間が1年生がこうやって押し寄るわけよ、僕が入ってくれって言って終わらないから、こんな野郎となったわけじゃってね、冗談じゃない、なんだこのサッカー部はと思って、ずっとやめたらと思ったけど、今やめたらこいあいつ負け犬になると、あいつ逃げ出しよったって言われた、絶対こいつは必要だって言われてからやめたろうと思って、で意地になってやって、で必要だと思われる今度には居心地よくなっちゃって、ほんで4年間やることになっちゃって。大学卒業後はマスコミを志望し再びサッカーをやめることを考えた岡田さんでしたが、またしてもサッカーから離れることはできませんでした。日本リーグの名門古川電工で選手としてのキャリアを積んでいくことになるのです。本当まず身体能力があんまりなかった、で技術もそんななかった、で残るはね要するにハッタリ容量しかなかったわけよ、だからね、まあ、よく言われたけど、ともかく自分が前へ出ない人をうまく使ってね、まあ今の時代じゃ通用しないけど当時はまあなんとかそれでごまかしてたね。決してうまくもないし強くもないし速くもない、その中に何してたかってやっぱりまあはけや口だないや当時 その戦術とかでこうやれこうやれとかね、そういうラインコントローラーでそういうことを始めた頃だったからね、人を使ってなんとかごまかそうっていうのはそういう選手だったかな。ただまあ守備に関しては読みだけは自信はあったけどね、俺すっごいボケてんのよ、すっごいね若い時からボケてんの、だからね練習の時間を間違えるとかねしょっちゅうなんだよね。家にいたら電話で言って、お前何してんだって、え今日午後じゃないですか、午前中だとかってね。あと古川で僕キャプテンで連勝記録かかってて、優勝が決まってリーグ戦優勝して次の試合がリーグの連勝記録かかってて、それも最下位の住友金属だった。俺ね試合の時間間違えててね、近くで亀さんとコーヒー飲んでたわけで、西ヶ丘へパッと行った、何してんだお前、メンバー入れてからすぐ着替えて出ろってパーッとそのまま試合したらね、押しまくったけどねポロッと入れて負けたわけ。みんなにキャプテンが遅れてくんだから勝てるわけねえよなと言われたよね。でそれはねよく言われたけど幼稚心理なんだって、誰かが聞いてくれてるから、なんか明日の試合何時とか言っても聞いてないんだよね、人の話なんかもう自分のことしか考えてないからそういう人間だった。